Thank you.
やっぱり完成するまで工程がいろいろあって、竹を作るのも難しいし、それをきれいにできて羽をつけて完成したのを見るのも楽しいね。できるなら伝統的なものだから海外に伝えたい、こういったものがありますよっていうのを広めたいっていうのはありますよね。本物を見てもらうというか、本物を飾ってもらうというか。